倉が学立の上門は、熊本県熊本市出身で1920年代に活躍した大相撲力士である。本名は、上田善三郎。身長173センチメートル、体重120キログラム。現役中から二枚観察として、後進の指導に努めた時期もあった。最高位は、西前頭筆頭。1914年1月、 友綱部屋に入門し初土俵を踏む。1918年5月、横綱立山が独立して起こした、東韓部屋二席。兄弟子で後に、大関となる立ち光よりも素質面で期待され、期待通り1919 19年5月場所には重量に昇進した。しかし、その場所後、勝負検査役選挙をめぐるトラブルで、親方が廃業したため、 立ち光らと共に高砂部屋に預けられることになった。それでも順調に昇進し、1921年1月場所には入幕を果たす。左四つからの振り回す相撲が得意で、翌5月場所5日目横綱大金戦で大西樹を打、霧軍配を受けたが、物言いがつき、差し違いとされ惜しくも金星にはならなかった。 1922年5月場所には当時大関の常の花冠子を破ることもあり、それらのことから末は横綱かと期待されたが、その後は伸び悩んだ。現役時代から二枚観察で、立山の師匠から譲られた東刊の年寄り名跡を襲名し、1924年5月からは、四嗜名も東刊に改め、年寄り名で土俵に上がった。 西全島14枚目で臨んだ1929年秋場所9日目、東全島10枚目の日立島朝日老戦にて、種目ぞりで敗れた。種目ぞりが出た一番は後にも先にも、この一番のみであり、幕内、重量のみならず、取り敵の取り組みを含めても、本場所、巡業を問わず、他に、事例はない。1930年10月場所限りで現役を、引退。 年寄りとして、更新を指導したが1934年5月場所、限りで廃業した。最高位は、西前頭筆頭であった。京都市佐と,と水野直文、令和3年版大相撲力士名館48ページ、ABCD ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、高佐護部屋 P20。ありがとうございます。